stung me on the left side of my forehead. Don't be afraid to say your big, to dream. さあ来ました、レシテーションフェスティバル。皆さん、例えばピアノを練習しても発表する場がなければなかなか練習しようっていう気持ち起きませんよね。同じように英語も発音練習しても表現する場がなければなかなか練習する気にならないね。リスニングを伸ばすには発音を鍛えることが重要。これはよく言われるけども、結局やらないのはチェックされる場がないからじゃない。だからといってスピーチコンテストはスピーチをゼロから作るっていうのはなかなか労力がいる。だからレシテーション、暗唱、暗唱だとすでにスピーチが用意されてるし、すでに音源もある場合も多い。練習しやすい。確かに暗唱コンテストって英語塾のコンテストとか内輪ではやってるけど、所属や年齢に関係なく誰でも参加できるような、そういった大会があってもいいんじゃないかなって思って作りました、レシテーションフェスティバル。数学英語の取説ではこういったイベントごとをどんどん増やしていきたいなと思ってるんですよ。ということで早速2022年度レシテーションフェスティバル12月27日アット福岡開催します。すでに東京や大阪から申し込みあってます。小学1年生から40歳50歳ぐらいなどの社会人まで幅広く応募があっています。応募締め切りは11月30日。もしこの動画を見て挑戦したいというあなたはぜひ概要欄のリンク先から申し込み先に飛んでみてください。今回参加無理でもこういったイベントまたしていきたいと思うから、数学英語の取説これからもチェックよろしくね。ではみんなの挑戦待ってます。